JICA はメキシコと日本の2国間での協力でいろんな分野で協力をしており、アメックスとともに働いております。で、今日のプロジェクトはその中でも日本とメキシコと共通の取り組み課題である防災について、状況の改善などを行うものです。防災が多発する国においては、災害が起こる前にそれを予測して計画を立てること、事前防災が大変重要です。アメキシとの協力のもと、防災に関係する機関ともにそういった事前防災計画が自治体レベルで作れるように協力しています。メキシコの人たちが本当に真剣に防災に対して取り組んでいることが今日の会議からもすごくよく分かりました。はい、なので、メキシコ側のイニシアチブに大変感謝するとともに、日本はメキシコに協力できることを嬉しく思っており、そして私もこの国で働けることを幸せに思っています。道島スグラシアス。